皆さんお待ちかね、モーリーが釣るのコーナーですね。さあモーリー気合バッチリ、顔は健やかです。よ、爽やか青年、あ、男だ、男だぜって言うな今さあモーリー顔がどんどん雲行き怪しくなってってんだよ。不安不安しかない。流しますよ。はい、仕掛け投入。あー怖い怖い以上ない。これ因岸だるま以外に何か釣れたりします？たまに混じって、はい、旗とか、あ、ミーバイですか？アラビバイ系統がたまに。うわ、ミーバイ釣るけー。カンパチとかも食ったりはするけど8割はやつ。父ちゃん戻ってこないな。ガチでもうやばいな。はい、今そこについて、20〜30m ちょっと上げてみようかって感じらしいですね。森、はい、こうちゃんの見てどう思った？こうちゃんまだまだだなって。まだまだまだ やばいねやばいでしょ。あたり根がかりみたいだったマジ、うん、下から 20m 上げてから来てよ。今森もちょっと上げてる。やばかったマジ。多分人寝るんで、人が手前に入ってくる。モーリーのも当たりやりなのか。なんか食った？食ってる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 ？お、当たりよ。おお、はい。さあ合わせる。おったー。さあ来たー、モーリー、よーし。おーおーおー、いいぞいいぞ。さあ、止まったー、やっと、あー、やばい、止まったー。おーおーおー、うわー、あー、きつそう。やばいよー、うわー、やばい、やばい、行かれたー、やばい。こうちゃんまだまだだなって。こうちゃんまだまだだな。自分で言いよった。うわー、切れた、やられた、切られた。さあもしかして上で縄切りで切られたのか。あ、おやすみ。すげえ、まだ何もなかったから。やばい、まだやりたそう。まだやりたそう。回収する、回収か、回収する。つらっ、これなんだよ、これ、うん、これがある、これがあるんだよね。切られた、外れた、外れたのか。あいや、仕掛け再投入。はい、そうね、バレちゃったんでね、再投入っすね。1回目だよ。あ、いや2回目か、2回目だから。顔が2回目の顔してるでしょ。顔がちょっとなんか朝、昼間ジギングやってたから、から元気の顔してるよ、顔が。4歳老けてる顔が。川さんの奥さんはここでジギング。そうそう、ちょんちょん思い切ってボトム取ってみれば、川さんの奥さんも怖いんだけど。こっちから取って、それでバラムツやったら、まあ、1〜2時間凍ってたはずよ、やりとり。モーリーさんはまだ着底しない。相当深いとこ入ったね。はい、あれからやってるんだけどね、なかなか当たりが来なくて、時間的にも、あ、30分ぐらい。どうにか1本、もう1本欲しい。さあ出るか、1本。
来た、森田来た、森田行った来たインガン、インガン、さあ、寄ってくる、寄ってくる、こっからおお、すごい、すごい、すごい、腕力だ、腕力頑張れ頑張れ頑張れ、ペナルティ、あペナルティ、ペナルティ、板使ってる、板使ってる板に固定してる、ワクチン、ワクチンです、板使ってる、あ来い、よっしゃ、モーターより深いからないちょ確かに全然上がってきてますよね、うん、ね、インガンさんがいつロケット砲を出すですね、確かにロケット出す事故来たらあれですね、理想はこのまま来ない方がね、ね、釣りやすいですけど、ロケット突っ込みは一体いつになるやら、はい、あと縄切りカットが入るから、あー縄切りカットイン、縄切りカットイン、あー突っ込んでる、あははは、乳酸溜まってる、乳酸溜まってる、突っ込んでる、これは取りたい、頼む、邪魔しないでくれ、縄切り、最高の筋トレ、かかかかかそうそうそう、もうちょいで見え出すんじゃない、オレンジ来て、あー見えた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 、いいサイズいいサイズ、そこそこ引きずってからエサ、リーダー入った、リーダー入った、当たったこれ、うわいいサイズ、あー切れた、サメじゃね、あ、サメだ、夢サメ、サメだ、サメだ、サメだ、あーサメ、オーマイシャーク、なんなんでしょう、なんでしょう、よく切れんかったな、こいつ、確かに、こいつ、あれだね、わかんない、あのダルマリンって出してかないな、あの確かに確かに、あーロケットがなかったね、ね、ノーロケットでした、やばい、サメサメです、サメ、うわうわ危険、やめっちゃ暴れる、あーやばい、怖い奴らが集まってる、強い、わーおわーお、シャーク、シャーク、こっち来た、このまま落ちてるよしゃー、すごい迫力だ、はい、取れたのはサメっすね、何ザメだろうか、何ザメかな、はい、リンガンと同じくらいのサイズのサメが取れてますね、目ん玉が尻でかい、サメ目ん玉大きいね、深海のサメだ、深海のサメ、さすが深海って感じで、両方めっちゃ目で光ってる、反応で、もうモーリーつってね、本当におめでとう、はい、ありがとうございます、さあ、今日はね、お疲れ様でした、皆さんね、すごかった、やるかやるか、俺帰ってもいいけど、俺も帰ってもいいですよ、俺も大丈夫、大丈夫なんだ、あれ俺は大丈夫だけど、大丈夫らしいんで帰りますじゃあ帰りますかじゃあさせろやつここでね、ひろきさんが仕掛けを作ってくれそうです、これなんか回るやつなんすか、回るやつ夜光玉で、はい、暗くなると光るんで、
修復効果があるかなと。サメ結構上がるんすか？初めてですか、サメは。あのサメを初めて見ましたね。初めて。とりあえず持って帰って食べてみます。はい。なんか美味しそうじゃないですか。はい。深海のサメは美味しい。美味しいらしいですからね。柔らかいですね、身は。うん。触った感じ柔らかかったよ。柔らかった？うん。触った感じ。サメの匂いもしないですね。じゃあ美味しいんだろうね。あ、ボーフロ来ました。ありがとうございます。はい。じゃあやるか。はい、バトンタッチ。やばアンカー。わ、来たか。思い出せ、リメンバー、あの時この校舎の夢だけど、その俺夢じゃねえしっていう。まあまあ、けどね、まあ、これも貴重な機会ですからね。メーター読みで180入れてもらって待ってもらえれば。あー、行くぜ。前回ね、やったのが3年前、約3年前の俺見てるか。またやってるぜ。行きますよ。さあ、お久しぶりです、シンクロドラマさん。もうね、3年前よりもきつい状況だからね。3年前は電動リール、今回はね、電動リールではないですね。何メートルあるんですか今。水深140、やばい。一番深いんじゃん。俺180。俺160。あ、そう。じゃあ、やるか。一番楽な水準、一番楽な水準に来てるさ。いやー、来たぜ。優しさだよ、優しさ。本当は336m だったけど。ありがとうございます。昼間行った方がいいんじゃない、336m ラインに。バラムツ釣りに。昼間も来て、バラムツ、昼間は 600m 以内のやつ釣れない。600m ぐらいですか。やばい、クンクン。あ、全部押してたか。いや、当たりだよ、たぶん。おー、フッキング、フッキング。あー、来た。今の見栄えじゃないかな。なんか、ふっきながら座りました、ね、早かったっすよね、はい。かからんかったな。おー、フッキング、いいと思う、いいと思う。フッキング乗った、乗った、乗った、さあ、頑張れ。頑張れー。乗った、乗った。あ、抜けた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 。見えないじゃないかな。おお、乗ってる、乗ってる。どうだ、また超えた。超えてるぞ、超えてるぞ。うわ、来た。こいつ死んだ。やばいやばいやばいの来た。やばいやばい。何その動き。何その動き。頑張れ、頑張れ。あ、さっきの前回に比べたら、あれ嘘だ。頑張れ。あ、気使っちゃダメ、気使っちゃダメ。あのな、はい、このものすごいね。ああ、走った、走った、走った。やばい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 。行かないで、行かないで。こいつ執念深かったね。何回も食いついてきて、うん、巻いてたのに食ってきやったな。だからね、 あのラブコールちゃんと受け止めないと。サンサンの奥さん、シキ、シキ、すきません。上がってきた、上がってきた。じゃあ前回に比べたらまだいいぞ。そうか、やりやすい。これもサメだったら受けるね。確かに、これもサメだったら寒いね。でもあれ、走ってたから最初。ここから引かんかったらアラミブ。あるよ、あるよ、あるよ、あるよ。僕まだアラミブ釣ったことないです。はい、初アラ、あるよ、あるよ。これアラじゃないの。アラだったら最高。嘘です、嘘です、めっちゃ最高です。引かない、引かない。全然引かん、全然引かん。ちょっと動くけど、水深もアラが出る水深だからありえるってよ。だからね、でもまあ8割やつだから。8割バラムツです。アラって聞いて一人でやりたくなってきたでしょ。あ、一応8割だったら、あーあーあー、行かないで。すごい。3年前の俺見てるか。
またやってるぜ。3年前確かにビール燃えたんすよね。あの火吹いた力3年ぐらい。さあ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 、あと 100m じゃない。あと 100m マジ。俺今気持ちで200枚取る今。気持ちで200枚。気持ち。多分336m あったんだ。ああやばー。バテないんですけどこの人。違うか。種類違う、ね。種類違っても面白いね。種類違ったら嬉しいな。バラハタかもしれない。スーパー巨大バラハタ。赤な？赤な？巨大な。70。こいつはA かもしれない。A はな、いや、A いや。いや。もうちょいじゃない？これ今赤か。オレンジいったらもうちょいっすよ。オレンジいったらあと20m。花見前ではなさそうね。浮いてこないね。もうあのだったらあちらでポコンって浮くよね。もうそろ、もう全然もう、もうあともうガーって巻くだけって感じです。あ、緑、緑来てオレンジ来て赤来るよ。30あと。30ないぐらい。3年前からしたらだいぶ成長したの。そうっすね。あ、おかげさまで。ピンクがめっちゃ上手なってる。あの時はもう何もさせていただけなかったですからね。お、オレンジ入った。オレンジ入った。あと20。次ピンクが見えるよ。ピンク見えたら勝ちですよ。来ました。見えてきたんじゃない。ほらほらほら、見えた見えた見えた。遅いよ遅いよ。すごい。ぽいよぽいですよ。こっち取ってた方がいい。最後突っ込んだら面白いから。最後突っ込むよ。突っ込むな。最後突っ込むよ。突っ込むな。最後飛ばしていけよ。リーダー入ってからの3ライン来たぞ。よっしゃ、わーお、ナイスサイズ来ました。インカゾーン、うわー、つかれつかれ、暴れてる暴れてる、走らんで、やばいやばいやばい、ふなべりふなべり、さおやばい、ふなべり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 、気をつけて、さおやばいやばいやばい、おー、入った、ありがとうございます。来ました、よっしゃ、とうとうやりました。はい、3年目にして電動リール乗せてあげました。ありがとうございます。ありがとうございます。来ました2本目。1本目来た来た、待ちない、よっしゃ、ロケットマン、腕がパンパン、ありがとうございます。いやいやいや、どうだ、ありがとうございます。いいいいセージですか。よ
ました。楽しかった楽しかった。じゃあじゃあもう一本行くか。いらっしゃい。10年後に会いましょう。うわすごいね。日本並んだ。えぐわ。いや腕がもうパンパンの。無事負けました。おめでとうさん。最初あんなに嫌がってたのにね。今日来たらね、来たらスイッチ入る、うん、来たらスイッチ入る。ああ男の子です。ありがとうございます。うナイスパロン。よっしゃー。さあ無事行けましたね。無事行けた。うわーしゃー。ゆっくり帰りましょうか。はい、はい、ありがとうございます。失礼しました。お疲れ様でした。無事すごいですね。すごい、はい、北大東のポテンシャルやばい。昼からねジギングやってもうバケモンサイズいっぱいっつって、うん、で夜はね、うん、インガンダルマとサメっすね、うん、もうありがとうございます。ありがとうございました。アドレナリン1年分出て間違いない。やっぱねこのプロの漁師さんたちもサポートがなければねもう絶対あげれなかったっすね、うん、もうありがとうございます。ありがとうございました。はい、今乳首出して今カメラ映ってないんですけど、はい、自分で乳首を触るな。両手塞がってるから ライトとカメラで。今回ですね、こうちゃんの夢インガンダルマを釣ろうでした。ご視聴ありがとうございます。ありがとうございました。はい、翌朝です。漁協の方に行きました。はい、昨日釣った、こちらですね、インガンダルマ、重さはどのくらいあるのかいのコーナーですね。重さはどのくらいなんだろう。うっそー。あー、いっちゃう。さあ、これで 17.6。 これで17キロ。これもうちょっと大きいから。これリベンジ達成できたっていうのか。あ、僕は全然その辺こだわってないから。前回の半分だね。こうちゃんが30言ってからじゃ。30あるないじゃない。28とかかもしれない。30あるからじゃん。これさあこうちゃんが釣ったやつ、これちょっと重量ある。はい、さあ1キロない。25キロ。25キロ。悔しい。めっちゃ悔しい。けど相当引きありましたからね。ふたん赤ちゃんってこれまだ赤ちゃんか。3年前に持ってきた何本。そうですね、3年前はすごかったっすね。おかわりいきますか。まあけど手巻きでね取れたからそれはすごい喜ばしいことですよ。こちゃん、いやもう次の目標でしたから。じゃあこちらね、沖縄本島に送って、はい、メンバーに渡したいと思います。はい、はい、何に食われるんすかこいつが。いや深海人はいる。いるんすか。やっぱり公開処刑でしたから。これは